西です。お願いします。やや。と。はい。はい。では。はい。皆さんおはようございます。クラブ、ニュージェネーショングループのクラブナイトから来ました。リュウジです。よろしくお願いします。やや。リュウジ君、今週からマスト君の、そうですね。はい。今週からナイトだよね。ナイト。はい、ナイツだよね。はい、ナイツだよね。の、リュウジ君が、今週から、新たに入ることになったので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。で、僕が、ダイレクトオーバーの、地下1階のカリスマのリオンです。はい、よいしょ。おっ、カリスマなんですね。で、まあね。はい。なんだろう。いただきます。リオンは、まあ、見てるのは何回かは、あったりとかは。あ、そうですね。昨日の夜中にですね、電話でちょっと明日からよろしくって言われまして、はい、昨日の夜中にちょっと拝見して、トア君とか、はい、マサト君のちょっと拝見させて、はい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 、はい、めちゃめちゃ面白かった。寝れなくなっちゃいました。面白すぎて本当に。あのまあね、こうやって新しい子が、ね、入ってくるのはやっぱりいいことなんでね。まあもうまあね、これといってなんもないんですけど、ちょっとね、僕二日酔いしてまた。そうですね、昨日は昨日まだ飲んでて、まだちょっと今日もマスクですね。顔出し NG とかじゃないよ、普通にただ全然化粧してないだけ。なるほど。あ、でもね、マスクしててもかっこいいですからね、やっぱり、ね、いや、全然ですね、本当に普段はね、あんまね、マスクしないんだけど、安定の2日ですね、安定のもう安定、逆に安定しちゃってる感じですね。何時ぐらいだろう、はい、でも昨日早かったですよ、飲み終わったの。もう6時ぐらいだったんで。へえ、6時ぐらい結構飲んでます。いや、全然そうですね、6時ぐらい前に飲んでたんですね。よく起きれましたね、はい、起きる、全然起きる。すごいですね。いや、今日はね、この30分ゆうじくんのために使っていきましょうか。いや、嬉しい限りです。まず、日程してどれぐらいなんですか。そうですね、新人、はい、2年でございます。はい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 、なるほどね。あ、だからそのまさかのみたいな感じになったんだ。まあそうですね、ちょっと誰が書いてるか分かんない。そうですね。まあ、まさとくんととわくんよりかちょっとね、早めに入ってる。あ、そうなんですね。はい、恥ずかしながら戻ってまいりました。へぇー。あ、そういうことなんだ。そうなんですよ。一回、その、辞めたとかっていうわけではなく。あ、ではないんですけど。あ、普通にね。はい。はい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 。はい、じゃあ、今のお店だけだったんですか、やつのは。あ、もうずっと、はい、ナイト一筋で。はい、めっちゃ好きやん。ナイト大好きじゃん。そうなんですよね。まあ僕あんま顔が良くないので、ナイトぐらいじゃないと多分やっと。でもめっちゃ喋れるじゃないですか、言ったら全然。あ、おはよう。あ、おはようございます。おはようございます。はい。はい。久々ですね。久々ですね。じゃあ自己紹介の方をね、お願いします。僕ですか？うん、そうだよ。終わったよ、もう自己紹介で。あ、どうも。涼介と申します。よいしょ。イケメン。これ今日は、あれ今日はニッシーがいない。ニッシーいるよ。ニッシーいますよ。ニッシーいるよ。ニッシーいるよ。ニッシー髪。髪色変わったから分かんなかった俺だって最初は。髪色変わったね。はい、もう人気なすすぎてクープしました。そうだろ、はい、明るいとダメだった。不評だったの。はい、マジで明るいままだったらお店行かないって言われました。悲しい。どうなの、やっぱ何、今の女の子は暗い方がいいの、言ってしまえば。分かんないけど。ま、ほら、それこそさ、マスト君とかさ、その、まあ今日はいないけど、翼君だったりさ、髪明るいじゃん、言ってしまえば。そうですね、うん、今となイケメンでも時間にルーズなやつは売れる。そこはあえて読まなかったんですけどね。そこはあえて読まなかったんですけどね。まあ、あえて番組に出続けたいがためにってことです。なるほど。
暗くなっちゃったね。今日何なんですかこの背景、今日だけこう、ノーマル。いつもだよ、いつも。あ、そうなんですか。そう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 。基本は、この、特に。これは、この状態で、いつも。あ、そうなんですか。よいしょ。あ、そうだよ。今日も。二日目だよ。あら。二日目だよ。何やってれば何でもいいと。え、もともとは、そのナイト一本でやってたっていうことは、はい。なんだろう。あ、もともと、何でしょう。はい、きっかけっていうのは。あ、僕はあの、あ、きっかけですか。うん。きっかけは、あの、あれですね。あの、まあ、僕、栃木出身なんですけど。あ、はい、はいはいはい。こんな餃子臭いところで、俺は一生終えるのか。と思って、うん。私、あの、ね、脱サラしまして。脱サラ、え、はい、サラリーマンだったの。あ、僕、サラリーマンでしたね。そうなんですよ。で、まあ、東京出てきたけど、うん、やることない、うん、けど、あの、ね、あの、想像、面白くないことはやりたくないなと思って、はいはいはい、はい、なんとなく、ホスト、そうですね、大したことない理由なんですけど、でも、言っても、俺もそんな、ないよ、理由、あら、そうなんですか、ない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 、俺も、今の在籍、でも、リーマン、リーマン、あの子、リーマン、俺、リオ、俺か、リオは俺でいいのかな。やめたら何する。いや、何も特には考えてないですね。え、あります。なんか、まあ新人ホストだから、なんかこれ言うのおかしいけど、もし仮に売れる前にね、言うのおかしな話だけどね、とそこ売れてからの、まあ多分前々ぐらいもやったのかな。もし自分がこの仕事をやんなかったら何をやってたのかっていう。やらなかったらね。やらなかったら。やめたらじゃない。やらなかったら。やらなかった。うん。あれでもなんか美容師の方とか。あ、俺はもともと美容師でした。あ、いらっしゃいましたね。俺はもともと。ああ。何やってたんでしょうね。考えたことある?多分、それこそさ、この仕事しかやらないって思ってさ、やっぱ入ったわけじゃん。やっぱり。そうですね。そうですね。ニートでしょ?ダメでしょ?まあ、ニーとかユーチューバーかどっちかですよね。ブーブーハロー YouTube 行ってればいい。あ、ごめんなさい。ねえ、ブーブーハロー YouTube 行ってるし。ね、やばいよね。ハゲてらっしゃるんですね。あ、俺ちょっと、そう、頭皮薄いんです。私。すいません、なんか。そう、私頭皮薄いんです。実は。そうなんですね。そう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 。で、まあ、そんな感じでね、やっていこうと。趣味。あ、僕の趣味ですか、うん、僕はあの映画がすごい好きですね。はい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 。一人で映画館とか行ったり、うん、あと一人でね、ピザとか頼んじゃったりしてね。マジで?はい。一人が好きみたいになっちゃったんですけど。ネクラ?あ、でも、そうですね。あんまりそんななんかパリピってインスタのシャープでつけますけど、パリピではないです。みんな SNS とかやってんの?あ、僕はもうインスタ毎日更新してますけど。すごっ。はい、もうネタもないからもう無理やりです。最近なんかおすすめなんかある？なんか俺見たいのがないんだよね。見たいのがない。うん。あ、映画ですか。映画。あのね、最近で言うとあの君の名は。はい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 。あれめちゃめちゃ。あれは見ました。あ、そうなんですね。面白い。なんか今本でやってね。あ、もともとライトノベルで。混んでるじゃない、はい、混んでる。あ、混んでる。そう、すごい。全然取れない。チケット取れないみたいな。すごいらしいですよ。映画館が。前もってね、はい、あれしないと。そう。これ見たいね。あれ面白いです。ね、泣けるか泣けないかみたいなね。あ、泣ける系なの。泣けますね。感動。泣ける系なんだ。全然。見たいの、ゴーストバスターズぐらいだな、俺。すごいチープなやつ来ました。うん。それぐらいしか。まあ、僕もゴーストバスターズ見たいです。なんか、これっていうのがね、当たらない、見つからないんです。それも俺出歩かないっていうのもあるから、ほんとテレビでさ CM してるようなやつぐらいしかさ、はいはいはい、まあ見ないしさ。それこそ今なんかハイアンドローとかやってるじゃん。あ、 やってたじゃん、はい、ねえ、あれもよくわからないし俺は。そうですね、上なのか下なのかね。なんかみんな多分好きなの人は、女の子はやっぱりめっちゃ好きでしょ。だって今日なんかライブあるんでしょ、確か、そのハイアンドローの。あ、エグザイル。そう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 。あ、そうなんだ、ね。みんなそっち行ってるでしょ。多分今日暇だよ、多分。エグザイル影響すごいですね。アニメは好きですか?アニメは好きですか?アニメは好きですか?
アニメは皆さん見ますか？俺アニメはあんま、あ、でもそれこそ有名なやつ、ワンピースとかかな、言ってしまえば。なんかそこまで、例えばその、あ、なんつーの、マニアックみたいな、マニアック、マニアックってわけじゃないけど、その深夜帯にやってるようなアニメ、あ、はいはいはい、とかは全然見ないかな、最近。前までは見てたけど、なんかないな、全然。なんかテレビも見ないし、飲んでばっかだからな、俺時間帯が合わないっすよね。そう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 、なかなかね、テレビ見れない。だって世界、休みの日ぐらいじゃない、言ってしまえば。そうっすね、確かにね。休みの日は大体二日酔いですしね。そう、二日酔いがね、ありますよね。僕は、あれですけどね、最近、そういうちょっと萌え系のアニメを見始めたの、見ようと思って見て、はい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 、めちゃめちゃ面白かったですけど、ね、マジで。はい、主人公とあと全員女の子なんですよ。え、主人公以外全員女の子なんですよ。ハーレムなんですよね。え、やばくないそれ。そんないい世界、最初から面白いやんけって思うぐらい、うん、はい、いろんなタイプのね、ロリコンから熟女まで熟女まで、熟女はちょっとあんまいなかったんですけどまあ大人っぽい女性とね、うん、あのロリコンの女の子、すごいね、面白かったえ、どっちが好き、ちなみに年上と年下。まあ、あんま偏見ないですけど、僕はあれですかね、すごい。ちなみにいくつ。僕は26ですね。あ、一緒。え、今年6。今年6です。あ、一緒だね、そしたら俺と。そうなんですね、こんなにもなんか劣化に違いが出ちゃうそうなんだ。はい、なんかさ、高校生の時とかはさ、年上がいいって思ってたの俺、中学高校とかって付き合うなら、ね、あ、先輩にときめく時期ってやっぱあるじゃん、やっぱり。ありますね。あるよね。でもね、やっぱね、26とかになるとね、何でもよくなる。あ、わかりますわ。あのね、自分のことをちゃんと思ってくれればね、うん、あの、何でもいい、本当に。年齢関係ない、関係ない、本当に。ちゃんと見てくれればそれだけでいい、俺は。あ、なんかね、理想はね、あるよ、あるけど、あるけどね、出会わない。そうそうそう、出会わない、出会わない、出会わない。ロリコン、ロリコンはね、どうだね、すごい、もう中学生みたいな、どうですか。いや、無理。あ、無理なんですね。あの、ツインテールとかでしょ、まあ、黒髪パッツンツインテール。いや、でもアイドルみたいな子は好きよ。あー、うん、そうなっちゃうと、やっぱ差がありますもんね、うん、アイドルみたいなことを、うん、中学生みたいな、普通の地味なことみたいな。相席居酒屋でも絶対行かないでしょ。相席居酒屋はね、え、行ったことある。クソだよ、クソ。クソなの。そう、行ったことあるの。いやー、大丈夫ですか。あれはもう地雷芸みたいなもんやね生きては帰れない。そう、もう何しに来たんやろうなってふと思う友達とね。でもあれってさ、女の子、あれ、これもらってるらしいね。あー、なんか桜でなんか、そう、かわいい、これもらってるらしいよ、混ぜて。マジっすか。なんか、そう、まあ、中には可愛い子もいるって思えば、うん、通い詰める人もいるんじゃないみたいな。あー、ありますよね。あるね、通い詰めるびっくりだよね、だってさ、その、なんだろう、知り合いから聞いたんだけどさ、まあ、その、そっちの知り合いみたいな感じのとは、やっぱね、とりあえず俺の注射激しいね、やばいね。なんかね、やっぱお金もらってね、相手してるらしいっすよ。なんか、それで時間潰しみたいな。で、出会いキスみたいな感じだよね、言ってしまえばね。そう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 。なるほど。そうそう。じゃあ、とりあえず一旦 CM 行きますか。行きますか。CM どうぞ。どうWe'll be right back.
ン中もね、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあね、これといって、ほんと今日ね、ごめんね、ほんと頭回ってないんだ。マジで新人、ああ、そういうこと。うわ、思ってても、てかね、結構えぐいね。いいんじゃない、別にそれは勝手にそう思えば。まあ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 、うん、別にあんまそれでどこ言われるのはね、あんま、まあ別にいいんだけどさ、どうなっても、うん、俺はこの土田って書き込みは多分僕に向けて似てるって言われるの。ああ、でもあの顔でかい人には大体似てるって言われますね。嘘、土田とかフジモンとか、うん、はい、僕は顔でかい。そんな真面目な人見ないでください。ドキドキしちゃう、本当に、ね、初めてコメント。そうですね、ちょっと、はい、そうですね、よろしくお願いします。え、誰に出るって、津田が多い。あ、あとサンドイッチマンの富澤とか、はい、はぁ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 、そうですね、言われたりしますね。へぇ、太ってからは。もともと何、太ってからは。そうですね、ちょっと1年13キロぐらい。え、マジで。そうです。へぇ、そうですよ。皆さんはなんかあれですか、夏。おっ、来ましたね。あれはすごいな。何でも言ってみる、何でも言ってるもんやね。はい、ショットさんはちょっといないですけど。なるほど。好きな人は見た方がいいですよ。あの人たちはね、仕事がすごいです。全然見てないな。13キロやばいね。やばいですよね。え、何で普通に生活してるってこと。いや、なんかあの、スノボーでちょっと怪我しまして、はい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 、多分それをきっかけに、うん、スノボのために太ろうと。じゃああそれ雪だるまになっちゃった。え、俺スノボとか行くとめっちゃ痛いんよって。あの転ぶとね、わかんない、やっぱめちゃめちゃ痛いですよね。めちゃめちゃ痛いんよ、はい、守ろう、自分を守ろうとしたのかなと思ったら、そういう話じゃなかった。あ、脂肪をつけてね、怪我して動けなくなってみたいな。そうだそうだそうだ、そうだ、そうだ、ね、与沢じゃないですけどね。え、それを怪我して。あ、そうですね、もうそこからもう酒とラーメンとで、うん、ブクブクと。はい、お布団に。そうですね。でも、はい、なるよね、この仕事やってたら。え、でも皆さん細くないですか。いや、俺僕以外、いや、俺もう10キロやってるもん。太ってるもん。太ったら、ホストやって。そうなんですか。や、10キロやっちゃったね。稼ぎないほどよ。僕は飲むと痩せるんで。逆に。あ、そうなの、うん、あんまね、痩せないタイプいいよね。痩せないタイプ、太らないタイプ。ほっぺではこけてくんの。え、よくない、羨ましいですね。前までほっぺあったのに、うん、なくなってってるから、もうやばいやん。へー、4人に1人ぐらいが多分そうなんじゃないですかね。西君も多分そう、痩せます。へー、前見た時痩せてる気がするね。でも言われますね、最近。大丈夫ですか。新人ホスト食えてないみたいな。ねえ、やばいね。体重公開してダイエット一回店でやったことあるんですよね、うん、なんかダイエット企画。はい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 。4人ぐらいちょっと太ってる人でやったんですけど、うん、結局誰も痩せなくてイベント自体なくなっちゃいました。あ、そうなの。あ、結構、ね、太る。でも何をして痩せるってさ、あれだよね、そのなんか人によってさ違うらしいよね、血液型とかによって。ああ、食べる体質、そうそう、食べるものとか、そのダイエットの仕方とか、わかんないけど、なんかネットで見たのよ。で、それで A 型はその例えばお肉 OK だけど、 AB 型はその肉ダメとか、肉の種類でもA 型は鶏肉 OK だけど、B 型は鶏肉ダメとか、いろいろそうあるらしい。だからテレビでやってるやつを真似しても確実に痩せるっていうことはないらしいんだって。なるほど。その人に合ったやつじゃなきゃいけないらしいから。まあそう、ね、結構無理ゲーやね。健康番組みたいになっちゃった。ね、らしい。でも。やる人はね、一回これからやろうって思ってる人はね、その一回調べてからね、やったらね、いいと思う。よし、ごめんね、本当に今日頭回んないだ。ありますよね、人間その意味によってね。
まあ、そうですね、基礎代謝上げて、まあ冬ですからね、そう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 、ちょっと太ってもいいんじゃないかなと。夏もね、終わるしね、夏終わっちゃったね、つうか夏っぽいことやりました？何もしてない、まだ終わってないんじゃない、まだ終わってないでしょ。でも暦上ではお盆終わったら秋ですからね。秋だからね。いやもうまだ暑いっす。暦もね、もう地球のね、今の、まあ、何時代にね、もう変えてほしいね。暑いわ、いまだに暑いわ。暑いっすね、でもまだまだまだ秋も食欲も太るもないわね。もう本当に暑い。ちょっとまあマシになりましたね、割と。あ、まあ夜はね、ちょっと涼しかったりしますけどね。まだ暑いっすね。僕らよりコメントの方がうまいっていうのはやめ、面白いですよ、これ。そうね、でも秋が一番好きなんでね、うん、あのまあ楽だしね、春とか秋は楽よ。まあでも花粉症がありますからね。そう、あれちょっとね、そう、花粉飛びますよね。僕全然花粉症じゃないんで。自分もです。いや、ホストや、俺ホスト始めてから花粉症になったら免疫力落ちるからね、多分。まあお酒とか飲むとね、お酒飲んでですよ、周りもタバコをズッパズッパ吸ってるからね、それはもう落ちますね。でも年々目が痒くなってくるんですよね。あ、花粉症なのかどうかわかんないですけど、その季節になると花粉症だね。花粉症ですね。花粉症だね。花粉症ですね。治らないですからね。治らない。ほら今ぼっとしたねえ、いいですね。まあキムチ食べると治るらしいですから。そう、ね、発酵食品ってこと、わかんないですけど。え、今日健康番組になってでしょ、だってね、なんか僕が来たからみたいな。どうなんだろうね、なんかキムチって治るの、わかんない、俺は初めて聞いた。全然いつ入るんだろうね。いつでしょうね。難しい質問ですね。ねえ、ちょっとね、タイミングじゃない、それこそぶっちゃけな話、あともう自分届きたいでしょ。うん、まあそうですね、俺はそう思います。そうですね、それこそね、そうですね、はい、いつかね、こう逆にここ卒業した水曜メンバーで集まってみたらもいいですよね。ああ、はいはいはい、あ、確かに。はい、ショットさんお願いします。いないよ、いないよ、いないよ。そうですね、まあ努力がね、こうスティーブ・ジョブズも言ってましたからね、努力しろ。誰だっけ、スティーブ・ジョブズって。誰だっけ、ちょっと僕もわからないね、もうビル・ゲイツもね。そうですね、あの、うん、ね、努力しないね。え、ちなみにその、なんだろう、みんなのお店はもう9月入ってたんですけど、イベントとかあります？あ、僕ですね、うん、あの店の代表者の誕生日が、先日ありました。はい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 。え、次は決まってない、ま、次はまたあの同じキャストのアキさんって人が、うん、まあ、バースデーをはいはいはい、はい、やると。全然イベントあります？ディスタンスさんはあるんですけど、うん、すいません、日にちを忘れちゃった。まあそう、大事だね。確か11なんですけど、はいはい、日にちに、うん、VK 半分と、うん、Q ホスト半分で営業します。どういうこと、なんかどういうこと、 Q ホストみたいな髪型して、うん、発光して、はいはい、で、もう片方は、うん、がっつり VK のメイクして、うんうん、営業するみたいな。 Q ホストってあれでしょ、もう辻盛りストレートの。そうですでしょ。そうです、はいはいはい。それ面白いですね。まあ、コスプレ。日にちが 11 ですね。 11? はい、お願いします、よかったら。ねえ、ビジュアル系が好きな、私は。そうですね、明日かな、明日8日にね、うん、あのなんかラストン撮った人がドキポケ出るぞみたいなイベントありますね。すごっ。ラストンがだから3人ぐらいいるのかな、明日は。そう、売り上げ近いチームに分けて、そう、あ、チーム別でやってと。はい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 。それはね、あの普通にやったら真勝負にならないんで、うん、何組か分けて、でそれで、あれでしょ、その、なんていうの、そのトップ3人がドキポケに。そうですね。すごっ、そういうのあるんだ。2回目かな、今回で。へー、ありますね。
あ、2回、あ、その定期的に行われる1年に1回、まあ、虫キングとかもね、年に1回あるんですけど。虫キング、そう、なんか、まあ、なんか負けたら虫食うみたいな、ね、結構ゲテモ有名なイベントだと思うんですけどね。うん、俺のとこもやったよ、虫キング。なんかやっぱじゃあ食べれるようなやつだからさ、別に害はないんだよね、ぶっちゃけの話。もうなんかタガメとかね見てて、もうあれは精神的に害ですね。それこそさ、歌舞伎のさ、あのボーリング場あるじゃん、あそこにもねあるのよ。そう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 、タガメって食べようと思うかってね、もうね、いや僕厳しいっすね、もう虫苦手。虫苦手、はい、こんなでかいからとして虫無理なんです。いや、虫はもう気づいたらみんなね、うん、なんであんな少年の頃なんかカブトムシとか追っかけてたのに、もう今見たらゴキブリっすからね。ちょっと硬くなってゴキブリっすよ。俺もうクワガタとかカブトムシのメスとか無理もん。もう茶色いやつでしょ、言ってしまえば。怖いよって、うん、怖いっすね。いや全然虫とか平気だから。あ、そうなんですか。全然大丈夫です、幼虫とか無理です、カブトムシの幼虫。あんま幼虫でっかい、あの、白いここで虫キングしても意味なくない？誰がクワガタみたいな顔してるね、あの新人ホストがひたすら苦労するから、ね、まあ虫とかやめましょうね、ねほらね。怖いからね。次くです。1分前、すいません、じゃあ、まあね、カブシからね、ゴキブリからお送りしました。ゆうじくんが、あ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、また来週、まあね、ちょっと今週4人でやったんですけど、まあ来週は多分きっと5人でやれるとは思うので、なんか最後に一言、リュウジ君。はい、はい、あ、ニュージェネレーショングループのナイト、これからもあとリュウジをよろしくお願いします。よいしょ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、また来週ね、まあこのメンツでね、やるので。あ、本当よろしくね、お願いします。よろしくお願いします。今日マジでね、あれだったわ、ごめん、なんか。まあ皆さん、そんなことで、来週見てくださったらいいので、ぜひともよろしくお願いします。ではまた来週、バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。